シンガポールのホッケンミー、ホッケンミー、または、ホッキエンミーは、シンガポール、マレーシアなどで食べられている、焼きそばの一種。フッケンミー、フッケン焼きそばなどとも呼ばれる。主に、シンガポール式、クアラルンプール式があり、味付けや具に、違いがある。フッケン料理の麺料理をもとに、現地の気候、味覚、食材によって変化したものである。この点では、 長崎県の皿うどんとも共通する。福建省は、米作地帯にあり、焼き、ビーフン、クイティアオなどのライスヌードルもよく食べられているが、中原地方から移り住んだ人たちが、行事食として、小麦粉の麺料理を珍調してきた伝統から、麺、熱乾麺、路面エビ麺、牛肉麺など、小麦麺を使った地方料理も多い。シンガポール、マレーシア、 インドネシアなどの東南アジアには、福建省出身の家境、家人も多く、数百年間の交流によって、福建省の料理や食文化も渡り伝えられ、逆に、東南アジアの調味料や食材も福建省に伝えられてきた歴史がある。福建省で、小麦粉の炒め麺というと、南部のチャーメンセンと呼ばれる焼きそうめんが著名で、 しかも一旦油で揚げてから煮戻す手法が使われる特徴がある。また、消臭風のチャーメン状のように、一旦麺だけを炒めて甘めの下味をつけ、次に具を炒めて水溶き片栗粉であんにした後、麺を再投入する焼きそばもある。シンガポールやマレーシアのホッケンミーはこれらのものとも異なる。シンガポールのホッケンミー、シンガポールホッケンミーは、 基本的にエビ焼きそばである。北ヘ円ミーとも呼ばれる。コーメンと呼ばれる、中太の卵麺を用い、小エビ、イカ、入り卵、もやしなどの具を入れて炒める。食べる際にはライムに似た、マレーシア語でリマウプルと呼ばれるコブミカンを絞ったり、サンバルや唐辛子ペーストを加えることも行われる。国外では、アメリカ合衆国やカナダなどに提供する店があるほか。 日本では東京都渋谷区に専門店がある。クアラルンプールのホッケンミーマレーシアのクアラルンプール式ホッケンミーは乾水を使った黄色い太麺を用い、ラード、黒い醤油、豚肉、名心、キャベツなどの具を使った色の濃い焼きそばである。ホッキ園、チャーミーとも呼ばれ、クアラルンプールだけでなくスランゴール州などクラングバレーと呼ばれる。 クラン川流域の町でも見られる。クアラルンプール式、北拳ミーの発祥は1930年前後に遡り、中華民国福建省安慶県出身の王金蓮が1927年にマレーシアに移り住み、クアラルンプールのチャイナタウンである、ウバラ障害付近で屋台を開いて出したとされる。当初は、福建省で一般的な汁そばを主力にしたが、 熱帯気候に合わず、大地魚と呼ばれる、ひらめ類の乾物の粉末、黒い醤油を使って、旨味や濃厚な味を出し、それを麺に染み込ませ、絡ませたものにして、人気を得た。食べるときには、好みで、サンバルブラちゃんや、唐辛子ペーストをつける。ペナンのホッケンミーマレーシアのペナンにも、地元で、ホッケンミーと呼ばれる、麺料理があるが、焼きそばではなく、 ジョホール州などマレーシアの多地方、シンガポール、福建省のアモイ州などで、ハーミー、ヘーミーと呼ばれるエビ柄の出汁を使ったピリ辛の汁そばである。具として、小エビ、洋菜が一般的なほか、鶏肉、豚肉、豚の脂身、つみれなども使われる。同じ汁でビーフンを選ぶこともでき、両方を半々で出す店もある。好みで辛さを足せるように、 唐辛子ペーストが用意されている。ペナンのエビ柄出しは、太平洋戦争で、日本に占領された時代に、魚介類は、日本人に売り渡すことしかできず、残った柄を利用したのが、始まりとも言われる。ヨウ・オサムハ、アモイ美食ョク加工 P482001 年、福建人民出版社、復州 i s b n 七から二一一零三九九四九ソケートミ、 小州不読サイプ、P227 万2万二千年、福建人民出版社、復州、ISBN7 から211036567、根月吉、東南アジア丸かじり旅、P15、1998年、小学館、東京、ISBN 4、4から09から41 11万1131、X、丹穂三木、岩崎知恵、 地球の歩き方ジェムストーン0 4 a マラッカペナン世界遺産の街を歩く大航海時代へのノスタルジアに誘われて2009年 P97 ダイヤモンド社東京 ISBN 978から4から478070888ありがとうございます